上々上々。俺について来られるとは結構やるね。 武器を引け、リクソン。これだけの大敗を喫した職人、再戦の力は残っていない。いや、違うな。私はただこれ以上妹を悲しませたくない。 孫悟の武勇は怒れる劉備を粉砕した。失意の劉備は病に倒れ、孫悟に抗う気力を失う。劉備は孫昌公の勧めるがままに呉との同盟を結んだ。一方、曹操亡き後、漢帝を拝した義弟宗悲は 後に侵攻する。これは呉と蜀の同盟に対する危機感の表れであった。孫権は自ら軍を率い、同校で迎撃態勢を取る。魏軍には楽子も黙る長領がいる。だが合肥で彼に敗れた惨めな孫権はもういない。 リクソン、 帝鳳、
周泰、両党、連氏。若き春英、歴戦の猛者に囲まれ、鎮座するは王者。自信にあふれた孫権の姿がそこにあった。昔から私はこうして皆の姿を眺めている気がする。父上や兄上がご存命の頃、そんなただ見ているだけの我が身の平凡さを嘆いたものだ。でもそれをできるのが孫権様の才能です。将校も周囲もそう言ってくれた。そんな風に皆が支えてくれたからだ。私がここまで孫吾を守ることができたのは。孫権様、お忘れにならないでください。そんな孫権様に私たちもまた守られてきたのですよ。そうか、そう言ってもらえるとありがたい。殿、準備が整いました。進軍の合図を。みんな聞け、我らは医療に職の劉備を退けた。ここで義をも退け、我らが三国一の強国であることを証明する。それすなわち孫吾の平和と皆の家族の平和とならん。戦え、我の勇士を。我らの国と家族を守るために。いざ進軍。高き孫吾の虎。